じゃあ、今日もですね、ちいちゃんお休みです。はい、サボりすぎやなあいつ。いや、心配の声が多いんですよ。いや、ゴールデンウィークで、そらそうです、ちょっとね、はい、いろいろ用事があって里帰りと、はい、いうことで、私一人とスタッフ、スタッフマー君でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。はい、やっぱゴールデンウィークって言ったら人が入るしな、はい、やっぱこう活気があるね、プロ野球も。すごいですよ、人の。でも活気があるけども、やっぱエラーが多いわ。いろんな試合の中でやっぱりね、ミスが多く生まれてる、うん、まあ疲れてるのかどうかわからないけども、まあ、もうちょっと締まった試合をね、うん、まあ、一生懸命やってる中なんだろうけども、まあ、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、はい、まず3連戦を振り返る。お、ね、セ・リーグから、はい、こうなりました、ね、DeNA、巨人、阪神、ヤクルト、中日、広島で、 DeNA、巨人、2勝1敗の巨人。そうですね、はい、はい、で阪神、ヤクルト、はい、こちらも阪神が2勝1敗2勝1敗と、ね、はい、で中日はね、2連戦、うん、ということで1勝1分けということで広島が勝ったという、ね、そうですね、ということで、まあ、ちょっと名前を変えてるのは後でピックアップ選手を、はい、紹介していくんで、まず、振り返りは DeNA 巨人から、はい、ね、やっていきたいと思います、はい、試合、DeNA東、ケイ、大貫、巨人は戸郷、横川、高橋で、1試合目7対2、DeNA、はい、3回に DeNA 内野ゴロで、先制、うん、で5回戸郷のセーフティースクイズで、うん、まあ、追いつくというね、はい、まあ、巨人も点が取れないからこういう細かい作業を、ね、どんどんしていかなきゃいけないんだけども、で7回には吉川のタイムリーで勝ち越しと、うん、ね、まあ、巨人ペースになってきたと、まあ、しかし8回ピッチャー西舘で、ここまで10試合連続ホールド、開幕してから全く点が取れてなかったのが、まあ、佐野に同点ホームラン、あ、同点ホームランだよ、ね、同点タイムリーで、プロ初失点、うん、で続く牧に逆転の二塁打を打たれ、まあ、その後降板になると、でその後満塁になり、まあ、高梨から渡来が満塁ホームラン、西舘は初黒星、渡来はルーキーの新人で、まあ、球団記録なんだけども満塁ホームランを打ったのは初ということになりました。で森唯斗が移籍後初勝利、まあ、戸郷もね良かったんだよね。戸郷が7回、1失点、さすがにね、戸郷と、まあ、東と戸郷の投げ合いって言ったら、まあ、エースらしい投げ合いになるよね、うん、で戸郷が7回1失点、東、7回2失点、さすがなんだけどもさ、なんていうの、配球とかね、いろいろ考えると、まあ、牧に対して西舘がインサイドに2球目行ったけど、はい、あそこでそうかなっていうのはあった。これはなぜかというと、牧がこの3連戦通してなんだけど、外のスライダーに合ってないんだよね。全部体が流れてるという。だからあそこで合ったかなっていうのと、で、渡来が丸ホームラン打った。確かに変化球ということに関して言えば、まっすぐよりは弱い。だけど、連続で全部同じ球行ったのはどうやろうなと思う。これどういった心境だったんですかね。いや、もうお互いが切羽詰まってるし、負けてるし、で全部いったれみたいな、うん、まああってもなかったけどね。で打ち方とすればそんな完璧ではないんだよね、うん、当たったみたいな、そんな打ち方だったんで、完璧に捉えたホームランではないけども、まあ彼が持ってるやっぱそこら辺が運なんだろうな、うん、やっぱ強運を持ってるようなそんな感じがします、うん。ここでファンの中での方の中でも、関根、はい、選手のデッドボールのシーンが、はいはい、これ足が出てるんじゃないかみたいな声もあるんですよね。それによってちょっと誹謗中傷されたりっていうことも、まあ、バッターボックスがあってこうやってあったとしたら、まあ、ここにホームベースがある、足がこのぐらい出てたんだよね、はい、でその足に当たったと、はい、ということで、これはデッドボールじゃないのっていう意見もあるかもわからないけども、まあ、その昔新庄今監督ね、監督が牧原の敬遠のボールを踏み込んで三遊間に打ってサヨナラしたんだけども、やっぱね、白線を踏んでるとかかってると出たことにならないということなんで、あれはね、俺も完全に出てるかどうかっていうのをチェックしたけども、かかとが残ってるんだよね、うん、白線の上に。だからまああれはもうルール上デッドボールという、あれが完全に出てしまえばデッドボールっていう判定は食らうけども、あのぐらいだったらギリギリセーフやったな、ね、そういったところがあったってことですね、まあ、そういうところがあった、うん、まあまあそのいろいろね細かいルールがあるから、まあ、分からない部分はあるかも分からないけども、まあ、誹謗中傷は置いといてくださいね。それはねちょっとね、まあ、みんなが一生懸命やってるわけだから、
まあ、関根もあれね、出して当たろうなんて思ってないから最初左のスライダー来て届かなかったらどうしようっていうのが先だから、うんね、はい、2試合目、はい、ケイと横川、はい、2対1、巨人、ここの日も2点、2試合目、2回、岡本先制ホームラン、萩尾内野安打、まあ、先制して、はい、萩尾が内野安打で出るという、うん、そしてオコエ、ライト前のヒット、はい、このライト前のヒットが、まあ、2対1って言ったけど、勝負を分けたね、あ、やっぱ ね、勝つ試合って、同じヒットでも方向性がいいんだよね、これで1、3秒作った。まあ、萩尾もとあれで止まりかけてたからね、セカンドに、うん、あれも一気に行かなきゃいけないんだけど、その後もオコエが飛び出してるっていう、おい、どうなってんだ、この走塁と守備はって、どうないなってんのよみたいな、うん、いうことがあったけども、まず最初に結論から言うとさ、まあ、この後に大城の犠牲フライで2点目を取る、そうですね、この2点目なんだけどもさ、勝敗は2対1。まあ、この2点というのがすごく大きく響いたんだけども、あれね、ランダムプレー、まあ、萩尾が行ったライト前で、でお声が、あ、サードにつなぐと思ってセカンドを走れようと思ったら挟まれたんだよね、はい、そしたらショートの石上がファーストの佐野に投げた、投げましたね、うん、そしたら佐野がずっと追っていったんだよね、で投げた、そしたらファーストにガラ空きなんだよ、うん、あれはライトかピッチャーが来なきゃいけないんだけど、やっぱサードに繋がられたらカバーリングがある、でライトは投げた後に行かなきゃいけない、時間ないよ、そしたらやっぱね、ファーストに慣れてるやつだったら自分が追わない、うん、セカンド方面からファーストに追わす、はいはい、だから佐野が取った時点ですぐ投げて、あの、自分はファーストベースの付近で待っとく、うん、だからこれがファーストの正式なやり方なんだよね、来れないっていうの分かってるから、キャッチャーだって来れないし、だからそういうところが不慣れなところを守らせると、そういうことが起きるということだよね。これ、あの、僕ともうその前のここ選手がライトに打った時の、はい、渡辺選手が3年行かれ、結果的に行かれちゃったじゃないですか、はい、あの場面っていうのは外野っていうのはどういう、こう、守備隊形を引くんですか。やっぱりランナー注意だからさ、後ろにいるよね、うん、だからあの打球を取るっていうのは難しいと思うんだけども、はい、まあ、石上に投げたカットマン、はい、カット投げて、あれサードに繋がったらサードアウトやから、うん、だからそこら辺の距離感っていうのがまだ若いから分かってないのかもわからないよね、うん、でランダムプレーの、はいはいはい、まあ、それはまた正解です、 そうですね、はい、だけどその後追っかけすぎだと、どないなってんだよと、まあまあ2点を取られたということで、はい、で、6回、はい、まあ、これは高梨から桑原がフォアボール、ね、2点取られてるんだよね、はい、で続く石上、はい、この日ノーヒットなんだよ、あ、バントだろうなと思ったの、まあ、1点でも返しに行くだろうな、うん、これなぜかというと巨人はそれまで今日は点取ったけど2点以上取れないんだよ、うん、取って3点なんだよ、そしたら、ね、この日もピッチャー良かったしバントで送って、佐野牧に繋いでくるかなと思ったの、自由に打たせた、あれバントないんだと思って、でこの時に不信感が思って、あ、石上を信用してるんだと思って、信頼してるんだと、まあ、信頼は悪くない、そしたらフルカウントになったら桑原をスタートさせるよね、でもそれもしない、じゃあ結局何をやりたかったのかっていうのが、うん、DeNA の攻撃は全く理解不能だったんだよ、うん、俺の中ではね、はい、で、まあ、先ほども言ったけども、巨人は柔軟試合2点以上3点と取れてないんだよ、そうですね、そう言って言われます、そうだろう、はい、そしたら1戦目も2点、ね、2試合目も2点で止めてる、うん、そしたら俺は初回からバントだと思うよ、まず2点を取って3点目を狙う、うん、だから何をやりたいのかっていうのがね、ちょっと分からなかったんだよね、申し訳ないけど、うん、三浦監督の勘の中でこれは石上が打つとかそういう勘が働いたのかも分からないけども、まあそうではなかった、だからやっぱここら辺はやっぱこうルーキーやし、はっきりさせてバントで送って仕事をさせてあげた方が一つの成功の積み重ねとしては俺はいいと思うよね、まあ、7回に宮崎がね、ソロホームランを打つんだけども、まあ、2対1で逃げ切られるという、すごいホームランでしたね、まあ、すごいクルッと、いやいや、もう宮崎はすごいから、うん、だからあそこ牧と宮崎に回したいんだよね、なるほど、これちょっと気になったことは、この、はい、この日ケラー投手途中で変えたね、はい、はい、ちょっと状態があんまり良くなかったんじゃないかなっていう、まあ、状態も何も阪神時代からそんなにいい状態の時は俺は見たことない、うん、
ただハマるとやっぱ力もあるし、はい、あのカーブも腕が緩まなければ使えるピッチャーだよね、うん、いや、 やっぱりね、戦力としてはやっぱ使っとかなきゃいけないとかね、うん、やっぱ阿部監督の中ではあるわけよ、うん、でボールの力とか、まあ、本当に制球がいい時っていうのは乱れないから彼は、うん、もうだけどちょっと危険度は高いな、うん、危険性はあるね。なのでこうちょっと今ジャイアンツの中継ぎもね、あのいいじゃないですか、バルドナードがいて、あ、全然いい、で、あの時も船場様投手が出てきたりってし、こう、そうね、競争がまあ結構激しくなっている中でこう、はい、ちょっとこうこのままじゃピンチだよみたいなところになっちゃうんですかね、信頼度的に。いや、まあまあもちろんそうだろう、うん、まあ、だけど阿部監督は大したもんだなと思ったのが、前日打たれた高梨を使ったりだとか、はい、まあ、いろいろもうやっぱこう嫌なあのイメージをすぐ払拭させようとするのね。そうですよね、あの中川投手が、ね、打たれた時も次の日バッて使ったりってありましたもんね。だからまあその使い方っていうのは続けてほしいなと思うのね。うん、まあ、なるほど、まあ、失敗するかもわからないけども、やっぱ選手の選手思いだよな。うん、はいはい、で3試合目、はい、6対2、巨人。この日はね、やっぱもうイライラしたんだろうね。打順を大きく変えてきた、うん、ね、1番に丸、3番に吉川、5番に萩尾を上げて、6番中山ライト、うん、まあ、坂本がちょっと疲れもあるし、まあ、連戦中ということもあって、まあ、休ませた節があるんだけどね、はい、でずっと上位を打ってた門脇、これを8番にした。だけど変えた打順がものすごく機能するというね。丸が3安打、はい、2番に入った佐々木3安打、 1、2番のつながりで、勝ったというね、うん、久しぶりの6点を取った、ね、12安打6打点でも決して褒められた試合ではない。高橋で4回3分の1を投げて、まあ、1安打には抑えるんだけど、はい、7四球だぞ、ね、3連続四球で満塁作るんだから、うん、だからあソフトバンクの悪い時のイメージが蘇ってきたのかなっていうね、うん、そうですね、うん、だから全然リズムが作れないんだよね、うん、だけどこの試合でやっぱ大きなポイントで流れを変えたのが、やっぱ3連続四球で牧のとこ回ってきたんだよ、はい、で高橋でその前に牧にツーベース打たれて、はい、チャンスを作られてるんだよね。でまたノーアウト満塁で、あ、ワンアウト満塁で回ってきた、はい、ほったり変えたね。そうですよ、ドラ1ですよ。いや、やっぱドラ1はドラ3でも育成でもいいんだけどもでもね、やっぱこう思い切って若手を持ってきたね、ここでね、はい、それをサードゴロゲッツーという、うん、まあ、これで流れが変わった。で牧もこんなところでゲッツー打つような選手はないんだけどもさ、まあ、当たりは良かったけどもね、まあ、ちょっとこれでやっぱこう流れがこの試合は変わっちゃったかなというね。流れを確実にしたもの、勝利を確実にしたものは6回、丸と佐々木の連続2塁打で2点を取るというね、うん、だからこの 1,2 番がやっぱこう機能していったなというね、まあ、そんな感じがするね。どうですか、ちょっとネット情報では丸、あの新岡コーチの助言があって打順を変えてみたみたいなことをコメントが出て、これどこまでこのとこ分からないですが、宇田川さん的にこの丸選手の1番、まあ、どう見られてますか。いい、このまま行くべき。いや、あるありだよね。でも長くは続かない、うん、これはなぜかというとやっぱ体力面で、でファームで梶谷が結構絶好調なんだ。だからそのうち上がってくると梶谷1番、吉川2番、丸3番、これでもいいし、坂本3番でもいいし、丸5番でもいいし、うん、だから若手だけで乗り切ろうとするとやっぱ難しいな、うん、やっぱそれなりの経験値がいい。今日なんか丸の何打席ぶりのヒットが出て、そこからもう席を切ったようにヒットが出たりする。やっぱ技術が戻ったら打つんだよね。まあ、ここら辺はずっと1番っていうのは難しいかもわからないけども、やっぱしばらくはこの9連戦中でしょ、巨人、はい、の中では1番を打たせてもいいかも。なるほど、やっぱ右左関係ないですよ彼は。ただね、 DeNA もね、いい点の取り方をしたっていうのは、まあ、あのノーアウト満塁を作った時に、あの関根とか内野ゴロ内野ゴロで2点取るんだよ、ね、はい、それで一時期同点にするんだけどさ、ああいう取り方、ヒットを打つというよりもノーアウト満塁をどう打っていくか、ゲッツーが確率が低い、うん、やっぱセカンド方面に打って、まあ、吉川も大変だったと思うけども、あの打っていった、この2点の取り方っていうのはすごく良かった。まあ、先ほど本当にこけ下ろしてるけど DeNA のことを、うんうん、まあ、だけどでもいいところもあるというね。そうですね、まあ、関根のこの3連戦見たら補殺っていうのもね。そうですよね、でかかったですよね、2つは。でも巨人はね、走るのは当然だな、うん、2アウトだな、お互いに。だから2つとも2アウトだから次の塁を狙う、まあ、アウトになっても仕方ないかっていう、まあ、そんな感じだったけどね。
ちょっとね、俺残念だったのは、まあ、高橋礼っていうこともあったと思うけども、渡来を1番に戻したっていうことだよね。そうですね。で、今日ノーヒットでしょ。はい。やっぱね、8番でリズムを作って打った人って、1番に戻ると全くリズムが違うから。1番って最初に入っていくからな。はい、はい。だからどん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 回ってくる。8番ってなかなか回ってこないから。でもその中で打ったリズムと1番のリズムって、全然違うから、だからここら辺は少しね、DeNA も我慢した方がいいと思うよ。これなんでこう変えちゃったんですかね。だから高橋礼だから、礼だから、ね、あ、左を持ってきたかったんで、それだけのことだと思う。まあただ DeNA は今日3安打、これじゃやっぱりこう勝てないな。そうですね、まあ、7、9はいただいたけどね、まあ巨人の勝ち越しと。はい、続きまして阪神ヤクルト、はい、阪神青柳、大竹、才木、ヤクルト小川、サイスニード、小沢、1試合目青柳、小川で8対2ヤクルト、ね、ヤクルトのエースが帰ってきましたよ、ね、やっぱ粘り強いね小川は、丁寧だわ。小川7回、93球5安打2失点と好投ということで、粘りがあるなやっぱね。で2回中村、竹岡のタイムリー犠牲フライで2点を先制、まあ、4回には連打と内野のエラーがまあ重なり、まあ、3点を失うというね。で、まあ、青柳の足を引っ張る、これだけ引っ張るかっていうぐらい、まあ、引っ張り上げたんだよ、うん、ただこの試合見ててヤクルトはちょっと状態が上がってきたな、うん、あ、前日の打ち合い広島との9対8それに打ち勝ったということで勢いが出てきた、はい、この日阪神は4失策、守りの精細を欠いて8失点、ピッチャーの自責は3だっただけに、まあ、エラーがどれだけ響いたかということだよね。そうですね。なあ、はい、その中で4つエラーしてる中で木浪が3つ、俺は3つまで経験ないけど2つまである。もうね、1個目やった時にしまったと思ってそれが点になる、ガチガチになるよね。で丁寧にいかなきゃいけないって思うから余計に硬くなって体が動かない、ハンドリングが効かない。で最後のトンネルなんかもまさしくそうだよ、もう見て笑ったもん、自分を思い出して、はいはい、ああ木浪もこれ俺と同じような気持ちになってるぞみたいな、うん、そういう時はね、練習方法で両手で取るのやめてシングルハンドで全部取る。へー、そしたら絶対動くから。両手でやると手の動きっていうのは制限されるけど、はい、片手だと制限されないから、もうねシングルハンドの練習してる。仮に試合に出て試合外されたけどね、それから試合の時はもう全部シングルで取ってやるっていうような気持ちでいいよ。そしたら動き出すから、そしたらそのうちリズムが合い出してくると両手で取れるよ。だからあんまり深く考えるとこれね、本当に野球が怖くなるから、守備が怖くなるから。そうですね、ああ、いやだから木浪ね、これ見てたらもう本当にシングルハンドの練習しておけばいいと思う。でシングルハンドっていうのは逆に足も動いてくるから、手が動かないというのは足も動いてないから、これ連動性があるから、シングルハンドだと足も動いてくるから、もうねショート守ったら外野手のチャージだと思って守っておけばいい。でチャージして投げる、まあ、そのぐらいの感覚でやるとタイミングがリズムが合ってる。でもともと守備のは下手な選手ではないし、上手い選手だからすぐ戻るから、野球が絶対怖くなっちゃいけない、これだけは伝えとる。もうね、俺もその晩年は野球が怖くなった時あったから、守備つくのが、うん、だからそういう風にならないように、まあ、頑張ってほしいな。そうですね、まあ、これでね、もう負けずに頑張ってほしいですよね。もちろんもちろん、まあ、負けるやつじゃないよ、ね、負けるやつじゃない、はい、アジアでしょ。アジアですよ、大丈夫、ようやくつかんだんですから、去年。そうそうそう、はい、まあ、そういうことで8対2、ね、はい、小川の粘りもあって、まあ、ヤクルトが勝ったと、はい、で2試合目、大竹最初リード5対4阪神、塩見の先頭打者ホームラン、おい、初球、あっ、やっぱ塩見が一番にいるとめちゃくちゃ怖いなと思うよね、うん、で2回にはサンタナ2塁打で盗塁、おい、好き作りすぎだろうみたいな、盗塁でももうスライディングなしで来てたからで犠牲フライで帰ってきて2点目と、はい、まあ、しかし2回裏連打でチャンスを作り、小幡、これ木浪外されちゃった、まあまあそれ外して当然だと思うんだけども、精神状態考えるとね、小幡がセンター前にきっちりタイムリーを打つという、うん、やっぱ控えと競争心、まあ、こういうのが打たせたんだろうなと思ってね、はい、まあ、スタメンに出た小幡が活躍したと。で5回にはヒットの小幡を置いて近本がライトへツーランホームラン、そうですよね、いいねこれが。それで終わらない、で森下がフォアボール、ワイルドピッチで2塁に進んだら大山がタイムリーを打って3点を取る、うん、で逆転をする、は
はい、で7回表ワンアウトからサンタナ、山田、長岡3連打ツーアウト満塁になる、代打青木、ね、キリシキからフォアボール、はい、うわー一番に戻っちゃったよと思ったら塩見が初回のあの先頭打者ホームランで腰に違和感を訴え赤羽に変わってるんだよね。ここがポイントだったな。ここで塩見だったらどうなってたのかなっていうふうに思うよ。そうですね。そうでしょ、はい、それは赤羽には全然罪はないよ、はい、だけど阪神はやっぱこう塩見じゃなくて助かったなって、やっぱ勝負のあやってあるなと思ってさ、で、ね、見事に桐重が三振で切り取って、まあ、ピンチをねしのいだと。でここポイントは、はい、その裏ワンアウトから近本がヒットで出る、はい、中野がね送るんだよ。ツーアウト取られて森下にかける、で森下がこの期待に応えてタイムリー、これがやっぱ大きいわ。はあ、1点差では勝ってたんだけどこの時点で、で2点差にしたんだよ。だから9回竹岡のホームランが出る、で1点差、ね、で逃げ切ると。やっぱね野球がやっぱ厳しいわ。だからそういう感があるんだろうな。これこそが岡田野球ですか。これこそが岡田野球、岡田野球もそうなんだけど、これが野球なんだよ本来だと俺は思うんだよ。だから DeNA が何にも無策で何もしないっていうのが俺はちょっと最近腹立ってしょうがない。まあ、OB ですからね。まあ OB だから、はい、まあ、歯がいいですよね。まあそれはね監督が指揮出すんだからそれはもうそれでいいけど、いいけどもやっぱ岡田監督は説得力がある。で、まあ、勝ったと。3試合目4対3阪神、はい、これ変えてきた里輝に代わって糸原。そうですよ、糸ちゃん来たよ。糸ちゃん3安打だから。そうなんですなあ、はい、ヤクルトの方は塩見に代わってやっぱり出れなかったな、うん、まあ、西川を使ってきたという。で2回ノーアウト1・3塁糸原、やっぱテクニックあるねすごいな、うん、中村がこう抑えにかかってんだよ、そのボールをこう拾ってセンターに持っていく、見事だったね、はい、でセンターへタイムリーで先制するという、まあさすがのバッティングだね。で5回、まあ、ヤクルトの攻撃ランナーを置いてサンタナの当たり、うん、糸原ジャンプ1番取れない、グラブに弾かれる、もうちょっと手足な背丈が欲しいな、あれ里照だったら多分取ってると思ってですねあれはでもまあそれはしょうがない、まあこれは糸原の責任でも何でもないんだけどさ、はい、あこれ里照だったら取ってるなと。でもバッティングだったらあそこで里照はあのボールを打てなかっただろうなっていうのがあるんだよ面白い、野球って面白いなと思いながら見てたんだけど、まあ、この回逆転されるんだよ、うん、でその裏近本三塁打、ね、中野が犠牲フライで、まあ、1点差に詰め寄っておくということで、問題は7回2アウトからこれね先頭が出たんだけどもゲッツ打ってんだよあの近本が、はい、珍しく、はい、で中野が2アウトからヒットで出ていく、森下が出ていく、で2アウトランナー1・2塁になったんだよね。大山、大山も打った瞬間にあなんてもう高いフライをショートとレフトの中間ぐらいに打ったんだよ。そしたらまあサンタナはまあ後ろに守ってるわ、そら長岡ここに上がったボールに対してこう追わないでセンターの方に切ったんだよね。俺あれが不思議でしょうがないんだよ、なんでボールの方に行かなかったのかな。もう鼻からサンタナに任せたからセンターの方にこう逃げるような形で追っかけたんだよボール。あれあの動きするってショートとしては無責任じゃないかって思ったのよ俺はね。で風が強かった、確かに浜風があった。で大山もヒーローインタビューで浜風が助けてくれたって、いい日とか言ってたけど、やっぱりね風の強い日ってボールから目離しちゃいけないし、やっぱりこう味方の守備者がどういう風な動きをしてるかっていうのは必ず見ないからね。でも鼻からセンターの方に切ったから俺びっくりしたんだよ。で落として、そうです、よく走ってたな、やっぱ全力疾走を怠っちゃいけない、これで逆転だもん。いや、美味しい大山にしたら、はい、だってヒーローインタビューだもん。ああ難しかったと思うよちょっとヒーローインタビューは。まあでもやっぱ大山が一生懸命打ったというね、うん、やっぱこうフルスイングしたということが、まあ、こういう逆転につながったのかな。そうですね、なんかサンタナに打たれてサンタナにもらった点みたいな感じですね。まあそうだな、はい、俺サンタナはね攻められないと思うんだよね、やっぱ長岡の守備力を考えるともっと責任を持って追ってほしかったなと思う。これどうなんですか、やっぱりその事前で風が吹いてるよみたいな、こうやって行くねみたいな、こういう事前のあるんですか。あるよ、でも守備位置を確認してるし、サンタナは明らかに後ろだったんだ、一塁ランナーいるし、逆転は許したくないから。ああそうですよね、普通セオリーって言うんだ。そうですよね、そうそう、大山のフルスイングした打球っていうのがかなり飛んだと思ったと思うんだよね、うん、
長岡は。だからもう打った瞬間からなんかこうセンターの方に切ったからね、反対に。だあれと思ったんだよ。サンダー取れるみたいな。一生懸命来てたよ、かわいそうに。まあそれで、まあ逃げ切られたという、ね。はい。まあ最後はね、ちょっと阪神もピンチ作ったけども、うん、まあまあ、無難にね、逃げ切ったという。でも、湯田さんどうですか、やっぱり。このチャンネルでもずっと佐藤輝明選手のことを追っかけてきましたけど、うん、まあ今日ね、スタメンから外れてしまって、はい、まあ本人相当悔しかったと思うんですよね、表情を見てると。彼は、そういう刺激が必要なのよ、毎年。去年もそうじゃない行きましたもんね、うん、名古屋、あの2軍に。ファームに。ほんで上がってきて、なんか人が上がったように打つじゃん、うん。やっぱね、彼はね、そういう刺激が必要なんだと思うよ。うん、多分ね。はい。まあ、ないのが一番だけどさ、うん。だけど、そういう性格かもわからないね。だけど、これを横振りじゃなくて、縦振りにちょっとし変えると絶対良くなる。まだ横だもん。だから低めを振っちゃうんだよ。落ちるね。うん。これが、こう縦振りに体もなってくると、うん、どっちみちこう行くんだけども、うん、最初こう行けば必ず当たるから、うん、大丈夫、打点は上げてるから心配する。まあでもこの3連戦通してこれやっぱり層の厚さ、阪神の。ああ確かにな、尾形頑張ったな。尾形もね、急遽出番が回ってきてチャンスだと思ってね、まあやった尾形なんか見事だし。そうですよ。まあノイジーもね、まあ、フルカウントからライン人がかかっててそれを必死に当ててチャンスを広げたりだとか、まあいろいろやっぱりみんなが必死だよな。そうですね、確かに強いチームだよ。まあ小畑選手もあのヤクルトとのオープン戦でエラーをめちゃくちゃして。ああそうだよ、そういうこともありましたからね。あったあった。それですごい ね悔しい思いもしてますから。そうそう、それから立ち直ってきてな。で糸原もすごいわね。え、糸ちゃん俺は涙するよ。ここで泣いたら一緒に泣いてくれると思うけど。ああやっぱ、ね、そういう選手がこういるっていうのは強いっていうことですね。まあ、梅野もいい味出してるしな。梅ちゃんね。梅ちゃんもいい味出してる、うん、だからみんながこう動きが躍動的になってきた、はい、だからまあ阪神はこのままあんまり落ちることなくいくと思う。はい、中日広島、はい、梅津高橋宏人広島森下栗1試合目6対4広島。梅津が悪いわ。そうですね、前良かったんですけどね。いや良かったね、ね、ボールに力あるけど、うん、なんかちょっととっちらかったな、うん。まあ、梅津が3回3分の2、75球、4四球、ね、3回で4四球だから、で3失点とゲームを作れずという、うん、で2番手の橋本が頑張るけども、本当は自責になるところだけど、本当は感謝しないからね、橋本に。でやっぱりなかなかね、攻撃に転じられなかったな、うん、梅津のテンポの悪さとか、はい、うん、そういうことで。で先制したのは広島、うん、2回ウーサー、お高めのあのまっすぐをさ、森下の時にはよく打つらしいな、らしいですね、言ってましたね。そうそう、同級生だから、はい、あれ打たれた梅津はやっぱり球威がないわ、この日は、うん、あそこでね、梅津の球威を持っていかれるっていうのはやっぱりボールが死んでたというかさ、うん、まあ、そんな感じがするね。しかも広いバンテリンで。いや、そう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 、そうですよね。でもウーサーのあのひょろっとしたので、やっぱパンチ力があるね、ウーサーは、いいね。いいですね。でもこの1週間で3本ぐらいホームラン打ってるんだろ。そうです、今3号ですね。すごいよな、これホームラン取るんじゃないの。ウーザホームラン打って牧が盗塁を取ったりしてね。いや本当だよな、よく、ね、で並んでんだよ、トップタイ。でも嬉しいニュースは、はい、その裏、上林、まあ、フォークボールかな、チェンジアップかな、森下のね、ホームラン世紀後初、ね、まあ、2年ぶりぐらいだと思うけど、まあ、打てたという、うん、だこういうホームランが上林さんも出てくると、ね、まあ、少し気分的にも楽になってくるだろうし、使ってる方も、ああ使っててよかったみたいなね、まあそういうこともあるよね。で4回7回9回と、まあ、得点を重ねていくんだよね、はい、広島がね、はい、で小園が3打点、まあ、中日は、まあ、失点するきっかけを作ったエラーのカリステが、まあ、ソロホームラン、うん、細川がスリーランで、まあ、3点を返すんだけど、ツーランだな、はい、ツーランを返して、まあ、この回8回に、3点取るんだけども、はい、まあ、広島らしいというのが9回2アウトから坂倉にフォアボール、はい、ね、ダイソー初期小園との間で、まあ、ラインエンドヒットみたいな形で、まあ、一気にツーベースで初期が返ってくるんです、ね、うん、まあ、こういうのがやっぱこう広島野球というかさ、昔から伝統的な野球だなっていうふうに、まあ、ちょっと思うね。この1点聞きましたね。いや、この1点も大きかったな、うん、で、この日ね、スタメンマスクが相澤だったんだよ。
やっぱどのチームもキャッチャー問題でいろんなことがあるよね、うん、いろんな人が被ってるけども、やっぱ相澤の回数を増やしてもいいかもね、うん、やっぱ相澤のやっぱリードとかキャッチャーとしての能力ってものすごい高いと思う。だから小林を使い出したでしょ今日、はい、やっぱりね、ピッチャーを落ち着かせるとかいいところを引き出すっていうのはいいピッチャーだったら誰でもできるんだよ。いやだけど相澤はやっぱりちょっと一味違うんだ。だからこの日は初めて坂倉をファーストにして相澤をキャッチャーにしたけども、これはね俺ありだと思うよ。もう新井監督も律儀な人だからやっぱキャッチャーにするったらキャッチャー一本でって言ってたけど、だから去年も1回だけかな坂倉をファーストに使ったけども、でも相澤を使いたいんだったらそれもありだと思う。坂倉をファーストにするっていうのは非常になんかこう落ち着いた、まあ、相澤を見れたなっていうようなね、うん、はい、まあ、そんな感じです。で森下7回93球5安打1失点、まあ安定してるな。そうですね、ちょっと遅れましたけどね、開幕ちょっと、ね、遅れたけどね、しっかり結果出しますもんね、はい、で2試合目、はい、まあ、高橋宏斗帰ってきました、うん、で栗、ね、広島のエースとの投げ、これはちょっと楽しみだった。で結果は 0-0 の引き分け、これもなんかある程度予想されたというかさ、それはなかなか打てんやろうなって、ただ打たれるとしたら高橋宏斗かなって思ったんだね、今季初登板で。高橋宏斗7回108球3安打5三振無失点という、うん、まあ見事だな。そうですね、あのね、やっぱ力あるわ。なんでこれ早く投げさせなかったのかなと思うぐらい、まあでも状態はあんまり良くなかったらしいけど、ね、全然ダメでしたね、まあ、まあでも調子は戻したかなと思って、うん、ああこれから、中日を支えるなっていうふうに、うん、まあ、ちょっとね先発投手陣も、まあ、柳もちょっと疲れも見えるし、そうですね、まあ、大野がね甲子園でやられてるし、まあ、涌井も失点したということで、まあ、梅津もあまり良くなかった、うん、だから若干やっぱこう投手力に負担がかかってるなっていうふうなことを考えると、まあ、高橋宏斗が戻ってきたっていうのは中日にとっては大きいなと。で栗、まあ、さすがやな、7回99球4安打無失点、うん、やっぱ栗に勝たしてやらないかよ。やっぱ広島が浮上していくには、順位を上げていくには必ずやっぱりこう栗に勝たさなきゃ、まあ、それだけの意識を持たなきゃいけない。まあ、確かにね手を取るっていうのはねなかなか難しいけども、栗との投げ合いっていうのはエースとの投げ合いだから、だから非常に難しいかもわからないけど、栗が勝ってくると、まあ、順位が上がってくるだろうなって思う。でこの試合で延長11回、はい、ワンアウト満塁、前のバッターを申告敬遠されて満塁にされて、バッター石川もうね守りようがなかったんだよ。だから申告敬遠やむなしと、一か八かで守りやすい満塁を取ったというような形だったんだけど、石川初球のまっすぐなぜいかな、まっすぐしかないやろ。そうですね、変化球来たとほっとけばいいじゃん、押し出しも無理ダメ、そうなってくると入ってくる確率っていうのは8割方あったよ、まっすぐで。もうそれを前、ポイント前に置いてってパーンと打たないと、追い込まれるから食い込まれてセカンドぐらい。これね、あなたスターにならなきゃいけない、そういう選手だし、そういう星の下で俺は生まれてると思うんだよ、石川はね。だからああいうところチャンスものにしないとスターになれません。せっかく2軍でもね、いい形でホームラン打って上がってきてて、そうなんだ、一番の見せ場だったかもしれないですね、首脳陣からしても、ここで打ってくれと。あ、石川、はい、これで打ったら、彼が乗ってきたら、はい、また層も厚くなるし、そうですよ、ね、まあ、例えば石川サード、カリステショートでもいけるぞみたいな、はい、もうそういう布陣まで考えられる、そこで打ったらシチュエーションだったんだよ。そうですね、がっかりした。そこですよね、まあ、そこだな。いつもいつも打てるとは限らないけども、やっぱああいう場面って本当少ないからね、うん、でもああいうところで打ってみんなチャンスをものにして、そうですね、スターになっていくわけだから、まあ次はねどのぐらいの感覚で回ってくるのかわからないけども、まあ次来たら絶対打ってほしいと思います。はい、はい、ということで、1勝1分けと広島に勝ち越したということでした。はい、はい、続きましてパ・リーグね、パ・リーグはこうなりました。日本ハム、オリックス、あのね、パ・リーグはね、明日試合ある関係上、ただまあ、ちょっとセ・リーグが3試合終わるんで、そうですね、ゴールデンウィークのね、スケジュールの関係で、まあまあ、セ・リーグにちょっと合わせちゃったんだけども、まあ、2試合ずつね、パ・リーグがね、ちょっと振り返っていきたいと思うけども、はい、1勝1分け、ソフトバンク、西武、2勝0敗、オリックス、ロッテ、1勝1敗、はい、というふうになっています。
はい、まず日本ハム対オリックスということで、はい、伊藤加藤でオリックス、ムクノキ斉藤、いやー楽しみな若手、ムクノキ後輩です、ね、頑張れということで見たんだけども、9対0日本ハム同じだね。1試合目、日本ハムエース、ね、伊藤、トミー・ジョン明けでね、今季初登板、ね、上ではね、ムクノキ、初回いきなり4失点、1番加藤、ワンアウトから万波、マルティネス、タミヤ、郡司の4連打、あっという間の4点という、あららーみたいな、もう変える、初回から変えるっていうことはなかったと思うけど、そうですね、まあ、あっという間の出来事だったね。伊藤、6回、115球、1安打、1安打ですよ、8奪三振、無失点、マルティネス止まりません、この日4安打、タミヤ4打点。まあ、二遊間の水野、上川畑、キャッチャー、タミヤ、チームが出来上がってきてるよ、これ。でもね、この試合9対0、これね、やっぱ強いチーム、中島監督だなと思ったのが、無理に追っかけないよね。いや、確かに。だからもう、流れのままに任せた負け試合と。だからリスクはない。いや、だからこれはね、やっぱ、組み立てていく上では、非常に落ち着いてね、采配をされてるなと。3年も連続で優勝してるからね。だけどやっぱマルティネスが本格化 してきた、ね、まあ、開幕当初非常に苦しんだんだけどさ、まあ、だけどオスナから同点のツーランを打ってからちょっと息がこう吹き返ってきて、あとは日本ハムはスティーブンソンとレイエス、これ待ちだな、もういらんかもわからない、うん、ここですよね、入れるのかどうかっていう、これ入れちゃうとまた今のこのいいバランスが崩れちゃうところもあるじゃないですか。でもスティーブンソンは入れた方がいいと、あれはあの外国人は俺は使えると思う。そうですだけどもう9対0話すことはない、一方的な日本ハムのゲームで日本ハムの完勝だよ。もう本当にね、素晴らしい試合だったね。立ち上がりをピッチャーを攻めて、クリーンアップが来たランナーを全部返すというね、まあ、見事な試合でした。はい、はい、で2試合目、5対4オリックス、斉藤、山本由伸が言ったらしいよ、このピッチャーはすごい、将来エースになる。その斉藤から4回押し出しで2点先制、やっぱとっちらかるんだね、ちょっとね、まあ斉藤ね、言っとくけど、ストライクボールがはっきりしてるわ、まあ、確かにね、まっすぐが一級品だと思う、ただやっぱフォークの精度も悪ければ、ちょっと変化球の精度が悪かったな、それとやっぱり力みもあって、まあフォアボール連発っていうことがあるんだけども、ただね、テイクバックがちっちゃいわ。こうセットで投げるんだけど、ここからこう弓のようにキュッと引いて、ここから投げていくな、だってもう本当にボールは見えないし、ちっちゃいからタイミングが取りづらいと思う、だからこれからやっぱこう楽しみなピッチャーだね、はい、で5回、オリックス、足立の内野ゴロの間、福田のタイムリーで同点、このね、足立の、ね、内野ゴロ、もう内野が下がってるんだよ、もうそれを見越して、軽くミートで点を取りに。まあ、ここら辺がやっぱりね、強いチームとやっぱ野球の方が高いなっていうふうにちょっと思ったよね、で6回は西川のホームラン、この高めはこんな感じで、まあ天才的な彼らしい、こんな感じでもようやくですね、まあちょっとこのホームランで上がってくるかなという感じはするけど、ただ表情がね、ちょっと暗いわ。どうしたんですかね。まあまあ、もともと表情はあんまり出さない選手だけども、やっぱ、これからかなっていうような感じがする。そうですね、まあ、彼が打ってもらわないとね。まあそりゃそうだよ、他にも出してるから。はい、はい、で7回宗が同点だ、ね、8回には若月が犠牲フライ、もう着実に点を取っていくよね、勝ちゲームだからね。なんか勢いを止めたいんだけどもさ、なかなかやっぱこう点の取り方がうまいという、まあそんな感じがするよね。そうですね。で9回、ね、平野が出てきた、先頭の松本も代打で出てきた、紅林見事だったよ、フィールディング、これセンター抜けたと思った、だけどもう手いっぱい伸ばしてファッとやったら引っかかったっていうような守備をしてくれたんだよ。で続く、ゴンザレスも、続く上川とかあれは、の打球をゴンザレスがファインプレーでこれまた飛びついて、で3アウト目はしっかり取ったけどさ、この試合ね、やっぱこうエラーが失点に重なってたんだよ。3エラーしますからね、日本ハムは。まあ、オリックスもエラーしてる。オリックスも2エラーします。そうでしょ、はい、だからね、なかなかね、こう締まりのあるゲームとは言えなかったんだよ。で5対4という接戦だけどもさ、でも最後
やっぱどれだけ守備が大切かっていうことを分からしてくれた紅林、うん、ゴンザレス、もう素晴らしいプレーだと。もうね、エラーしまくりだから。まあまあ確かに難しいよ。難しいけど、ただ日本ハムは1安打、うん、1安打で4点取ってるんだから、押し出しとか。だから俺、新庄監督のコメント聞きたかったんだよ。1安打でも野球って勝てるんですね、痛快ですみたいな。多分ね、用意してたと思うよ、新庄監督、はい、そういうコメントを。でもね、負けちゃった。まあでも、やっぱりあのオリックス、これからやっぱ上がってくるだろうな。いつの間にかこう点を重ねて勝ってるという試合で、うんうん、相手のエラーもあのもらえながらね。だからまあ、 あのオリックスの力がちょっと出てきたかなっていう感じがする、ね、はい。まあ日本ハムも粘り強いし、やっぱ強いよ今年はね、うん、はい。まあこういう試合もあるということで切り替えてやるしかないですよね。まあまあそう、もちろんね、はい。でも清宮、ぼーっとしてたらもうすぐファームに行かされるよ本当に、まあ、守備に面に関してもで、ずっと使われてるけど、まあ1割台でしょ、うん、だから本当にピッとしないと今年はあのベンチにも入れなくなっちゃうよ。それだけ層が厚いから。そうですね、今野村とか、野村なんかも打ってるから ね。そうですよね、うん、今川も打ってるらしくて。そうだよ、田中さん情報で、まあ、今が代打だから代打で、でも代打であれ打てるんだったらスタメンで打ってるよりも価値があるんだよ。なんでかっていうと上でスタメンいらないから、もう完璧なホームラン、もう思わず連絡したよ。そうありがとうございます、見ててくださったんですね。はい、なんか彼今が、はいはい、続いてソフトバンク西武、モイネロ、東山で、西武は今井、隅田、2対1ソフトバンク延長サヨナラというね。まあ先発投手を見るとさ、モイネロ、今井ともに7回1失点、まあなんかこう当たり前のようにこのぐらいの投球はしてくれるというね。でモイネロの失点は3回、金子のソロホームラン、うん、金子さ右だけにしたらどうや。いや俺そう思うよ。左はねもう昔からだけど、かかった大地に来るんだよ。だってインサイドのストライク飛んで逃げるんだよ。そんな左バッター絶対打てないから、はあ、いやそれだと俺右一本にした方が、大和がそうだもん。大和がスイッチに挑戦したんだけど右一本にして、今もう一番 DeNA では勝負強いって言われてるじゃん。で金子も右だとパンチ力あるし、右一本でいったらどうやと。あのホームランを見たときに、まあ、そう思ったけどね、はいはい、で今井7回代打中村にタイムリーを打たれる、まあ、この1点だけだったんだけどさ、延長10回周東二塁打、今宮がきっちり送り、柳田申告敬遠、当たり前だよでダイソーから入る川瀬が後ろにいたから、うん、で川瀬との勝負、まあ、見事にライトへサヨナラ、うん、サヨナラヒット。まあ、この試合、やっぱり層が厚いなと思ったのが、まあ、代打の中村、うん、途中から守備固めで入ってた川瀬、これがサヨナラ、うん、さらに1番に川村選手とかね、まあ、そうだよね、入ってますし、うん、だからやっぱりいい準備ができてんだろうな。で中村でもやっぱ悔しいと思うよ、代打でね、まあ、だけどスイングルームで川瀬に言ったらしいよ、言ってくるって。で川瀬のね、あのヒーローインタビューは泣かせるな、あの子はいい子だな、なんかね、先輩が送っていただいてみたいな、柳田選手は申告敬遠、いや、もう絶対そうだろうなと思って準備しましたとかさ、みんなあの先輩方が作っていただいたチャンスをものにできてよかったですと、なんか本当に謙虚さがあって、なんか、あなたが打って本当によかったと思ったよ、西武には申し訳ないけど。やっぱそのぐらいのなんかこう謙虚さがある選手って、まあ素敵だな。そうですね、うん、なかなか出番は少ないかもしれないですけど、そうそう、ずっとその日を待って準備してるのが伝わりますよね。まあ、そうだな。だけどこうなってこうなる時期も作らないとね、うん、頑張ってレギュラー取って、そうですよね、いや俺が川瀬だけど何かみたいな、よく打ちましたね、いや俺が打って何がおかしいですかみたいな、 そうですね、そのぐらいの選手になってほしいな。そうですね、まあ、今栗原選手が全然当たってないですから、うん、そこにちょっと割って入るような、まあまあそうだね、まあ、今宮の座を狙ってるらしいよ俺は仕事だ、そうかですね、あ、はい、まあね、はい、まあでも本当に素敵なインタビューだったね、うん、で延長で、まあ、また西武が負けたというね、うん、2試合目今日も延長です、10回ワンアウト2、3塁金子、平沼連続三振、右で打っていい、でもあのフォークはね、やっぱ打てないな、
藤井のあれはえぐい落ち方してたなあの時、うん、いや甲斐もさものすごい勇気がいったと思うんだけど、あの出すので12回ワンアウト満塁、外崎今月チャンスはめちゃくちゃあったんだよ西武の方が、だけどものにできない。でその裏ツーアウト満塁、ピッチャーヤン、はい、変えたんだよ。で柳田、ね、追い込んだ勝負球パスボール、さらなる笑っちゃいけないけど、だけど勝負球古市キャッチャーね、育成からのことですね。まあまあいい経験になったと思うよ。左ピッチャーや多分まっすぐだと思うんだけど、ちょっとまっすらしてると思うんだよ、うん、で一番取りにくいのは左のスライダーって言われてんだよねキャッチャーが、はい、でまたスピードもあるからやっぱね反応が遅れてんだよ。でもいい経験したと思うよ、これ、ね、一生の記念だよこのエラーっていうのは、パスボールっていうのは。だからそれを糧に上手くなっていってほしいなと思うし、だけどやっぱあそこでああいうボールを投げさすっていう柳田のやっぱ圧力だよね、うん、だそれは俺感じた。だからやっぱこうそういう勝ち方ができるっていうのも、不思議な勝ち方ができるっていうのもどっかで圧がかかってんだよね、うん、だからやっぱソフトバンクの好調さと、まあ、柳田というさ選手の大きさ、うん、まあ、そういうことがあったのかなという感じがする。そうですね、先発陣はすごい頑張ってるんですけどね、西武がめちゃくちゃ頑張ってるよ。そうですよ、めちゃくちゃ。今日の隅田、まあ立ち上がりこそさ、失点したけど、これもね、山川の、なんていうの、タイミングずらしてんだよ。でも大きく空いた1、2塁間に打球が飛んじゃったっていうだけなの。だけどやっぱチェンジアップの使い方もうまいしさ、ボールも切れてるしさ、やっぱこのピッチャーも絶対勝たさなきゃいかんな、ね、もう本当にね、もう凱旋登板みたいなもんだよ、田舎に帰って、うん、ね、九州の子で、ね、勝たせてやりたかったなとは思うけど、24試合中17試合でクオリティスタートらしいですよ。そうなんだよ、本当にあの自信もつけてるしね、はい、あの投げてるボールも一級品だよ、はい、だからあの頑張って勝ち投手をつけてやりたいなっていうふうに思うよね、うん、どうしたらいいですか、もうセーバーこの状況、もうファンの方がみんなどうしようってなってるんですけど。いやもうどうしようもないよね、まあ、ただその教え方もあれば点の取り方って固定観念を捨てることだよ。そうですね、うん、もう破れかぶれだよ、うん、もうどんな時でもバントやって1点でも重ねていくとかさ、投手陣がそれを守ってくれるから。そうですね、点を取ったら、はい、だからそこを信じるしかない。だってなおかわり君とアギラが打ったら勝てるって、打たなかったら苦しむ、そんな野球じゃつまんないでしょ、やってても。策を打たなきゃいけないですね、じゃあ。そうそうそう、あ、策は打ってほしいな。そうですよね、なんか先発投手陣が頑張ってるだけで、頑張ってるから余計ね。いや、あの投手陣で勝てなかったら、ね、勝てないよ、もう。今、うん、チャンスだから。そうですよね。いや、本当に。離されんようにちょっとしてもらいたいですね。まあ、この試合でね、甲斐のホームラン、はい、素晴らしかったな、うん、あ。ちょっと抜いたボールを、こう、膝を使って、やっぱ関心強いな。ホームラン、はい、で、まあ、外崎、ね、内野ゴロでバックホームに突っ込んできたけども、あれもタッチをかいくぐってあの点を取るシーンなんかも、やっぱみんな一生懸命やってんだよね。素晴らしいプレーも中にあるんだ。だけどやっぱ勝たないとね、そういうプレーが死んでしまうということで、ね、頑張れ、はい、ね、まあ、東山もう勝たしてやらないと。7回104球4安打1失点隅田8回121球6安打2失点、うん、ね、2人とも勝たせてやりたいな、うん、はい、はい、ということで次、はい、ロッテ楽天メルセデス小島楽天内竹中、1試合目 6連敗中のロッテメルセデス頑張りました。6回108球3安打7三振無失点、ね、内も好投してる、うん、7回99球3安打7三振1失点、まあ、ここから中継ぎ勝負へ、ね、ロッテの3番手沢村ワンアウトを取るのが精一杯、26球4安打4失点8回ワンアウトから大郷、村林、浅村、島内の4連打で逆転ということでね、まあ、楽天の方は島内に打点がついたっていうのは大きいな、うん、それまで1打点ぐらいしか上げてなかったと思うんだけど、はい、まあ、久しぶりの打点がね勝ちに結びついたというね、はい、でロッテの方も沢村を変える暇はなかったわ。もう電光石火というかあっという間に点を取られたというね。で打線も5安打と元気がない、まあ、安田が帰ってきてもあまり機能しなかったというね。内が初セーブ、あ、初勝利、則本が4セーブという、
ね、うち投手良かったですよね。良かった良かった、はい、ね、うちの喜びは良かったね。うん、まあ嬉しいわな、初勝利、ね、そうですね。だけどロッテは元気ないな、まあ、ここら辺なんとかしないともうずる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 落ちていくばっかりだぞ。どうしましょうね。で、その試合でどうしましょうねって言ったら、はい、小島と滝中、はい、3回一気に5点で5点を取る。ロッテが主導権を握る、まあ打線が久しぶりにつながるというね、うん、で5回1点を取られるんだよ、楽天に。しかしポランコがソロホームランで簡単にその1点を返していくというね、うん、まあ、この日打線が15安打 10点、ね、まあ、機能したよね。でね、俺一番大きかったのは角中の存在だったと思うんだよ、うん、やっぱね、ああいうベテランやっぱよく知ってるよ。もうとにかくねスパーンと振っていくな、うん、迷いなく、まあ、迷ってるのかもわからないけども、それを払拭してパシーンと振りに行くな。だああいう姿を見て今日3安打してるんですけど、やっぱ素晴らしい。角中ってやっぱこう バッターボックスに立たせたらさ、これほど粘り強い男もいないなっていうぐらい粘る男で、でもその男が初球からカーンと振りに行って打った、これで俺勢いがついたんじゃないかなっていう、バッティングの基本というのをねロッテの選手たちに見せてあげたのかなっていう、まあ、そんな感じがしてならないんだよ。で3の3の1打点、はい、やっぱ気持ちが入ったスイングをしてたよ。で、小島もそれにね、応えるように、まあ、7回、108球、5安打、1失点。まあ本当にロッテとしたら、久しぶりに投打が噛み合ったゲームしたな。だからこういう勝ち方をしたら、少し乗っていけるかなという感じがする。まあ今日外選手もね、当たってますから。ああ、そうそうそう。4打数2安打1打点と。外はね、安定的にね、仕事してくれてるんだよね。まあ、ホームランが出ないのはちょっと不服かもわかんないけども、まあ、しっかりしたら仕事はしてくれてるから、ね。まあ、この2戦ちょっと中村翔吾選手がね外れちゃいましてスタメンからで、まあ、安田選手を入れるっていう、まあ、もう2年連続だからな、状態の悪さ、うん、で昨年も非常に頑張ってね使おうとしてたけども、やっぱもうちょっと我慢できなくなってきたな、うん。まあ、佐藤俊也選手はね当たってますから。あ、そうだな、3割7分打ってますから、いい選手もいる中でなかなか噛み合わないっていうところですね。抑えていったら中継ぎを打たれたとかさ、うん、打てなかったりとか、取られたら取るけどそれ以上に取られるとかさ、今日の試合がきっかけになるような気はするけどね。かくらがなんか示してくれたような、まあ、そんな感じがする、うん、はい、なるほどという振り返りでした、はい。でピックアップ選手、はい、ね、はい、ちょっと家とはね違ってちょっと下に書きました、はい。で DeNA 石上、石上2番に入ることが多いんだけども、石上は2番の役割っていうのをもう少し柔軟に考えた方がいい、うん、まあ、例えば打てのサイン、自由に打てっていうサインが出たとしても自分がタイミングが合わないと思えばセーフティーなりバントねしていい打順なんだよ。だからそこら辺はもう少し柔軟に考えたらどうだろうっていうことで、うん、でもチームの決め事でこういうこともある、監督のサイン通りにやってくれっていうこともあるんだよ。だからそれは内部の話だからわからないけども、いやお前振り自由に打っていいよ、いやいやお前が考えていいよって言うんだったら、そういうことも少し頭に入れておくと、うん、もう少し楽かも、ね、自分が打つだけとかさ、それは苦しくなるから、うん、2番という打順がね、うん、つながなきゃいけないっていう、ね、こともあるだろうから、まあ、だから少し柔軟に考えたらどうやろうと。守備はねすっごい堅いですし、そう、ね、いい守備多いですから、よく頑張ってると思うね、うん、頑張ってほしいですねルーキー、はいはい。でジャイアンツは丸、お、ね、やっとなんかこう吹っ切れたようなバッティングができてきたし、うん、やっぱ彼なしではまだまだ若手だけじゃ無理だよ、ね、だからはつらつやってほしいし、梶谷も戻ってきたら両輪でなんか若手に見本を見せてあげるような、はい、まあ、そういうことでやってほしい、はい、タイガース、キラー、頑張れ、そうですね、絶対怖くなんだよっていう野球を、そうですね、うん、だから、うん、自分を信じること、ハンドリング、ね、シングルハンドでいっていいから、ね、その方が自由に動けるから、ね、頑張って。でヤクルト、小川、さすがです。開幕投手ですからね、もう本当は。本当はな、はい、まあ、だけど、やっぱり迷惑をかけたという。ことで本当によく頑張ったと思うし、阪神戦ね、まあ、これからもこう支えになって頑張ってほしい、うんうん、はい。中日岡林、やっぱり、ね、一番打つんだったら岡林もう少し、ね、調子上げなあかん、
まあ、一生懸命やってるのは分かるけども、もう一生懸命やる選手じゃなくて結果の選手だから、それかもう外しちゃうか。バント失敗する場面もありましたし、そうそうそう、ちょっとね難しいですね。そうだな、だから岡林頑張らない、頑張ってほしいです ね、はい、やっぱチームがいい位置にいるだけにね。で広島、栗に勝たせないと順位が上がらない。広島はだから栗が投げた時にはもうエースが投げたら絶対勝たせなきゃダメだ、もうそのぐらいの意識で、まあ、やってると思うけども、ね、結果が伴ってないから あえて言うけど、まあ、栗が頑張ってるだけにもうかわいそうでしょうがない。栗見てると、ね、頑張る、はい、ね、パリーグです、ね、日本ハム、タミヤ、はい、ね、タミヤいいよ、ね、続けて5番だからね、今や。そうですよ。8番スタートだよ、はい、開幕。9番やったかな、そのぐらいだったと思う。それが5番バッターに成長して、でも打ち方は間違いじゃないね。はい、いい打ち方してる。はい、はい、で、オリックス、森。同じくキャッチャーで。そう、西川上がってきてるしね、森と、まあ、打順が近いと思うんだよ、打つ打順とすればね。で、ここら辺が機能してくると、やっぱ怖い打線になるよね。うん、実力者ですからね、いや何言っても、もともと。ね、はい、はい、頑張って。でソフトバンク、川村、おでシュート戻ってきちゃった、ね、家庭事情や言うてね、離れて、いや、それ戻ってきたら、まあ、シュート使うのは分かる、でも腐んなよって、そうです ね、 ね、本当にチャンスがあって、うん、またチャンスがあるために、いい準備をしておく、そうです ね、 ね、育成から上がってきた、そうそうそう、ね、努力したと思いますから、うん、頑張ってほしいですね、西武、ね、はい、腐りまくってると思うよ、今、うまいね、あれだけの投球してて勝てんかみたいなさ。ね、でも根気よく頑張ってほしいと、はい、マリーンズ、角中、やっぱまだまだ君のバッティングがいる、まあ、見事な強度のバッティングしてたけども、やっぱりこう打線でチームを引っ張ってほしい、はい、守備では引っ張れないから。で楽天、小郷、やっぱ小郷が元気だとね、点が入りそうな気がするよ。うん、まあ、昨年もそうだけど、小郷、小深田のコンビ早く復活してほしいと思う、ね、小郷、小深ちゃん、いや、そしたら楽天も点も取れるだろうし、うん、動きが出てくるから、うん、ね、僕はもっともっと頑張るよ、はい、はい、ということですね、まあ、ということです。まあ、ということで、あのゴールデンウィーク中にちょっと変則だけども、まあパ・リーグは2試合しか終わってないけど、ね、お伝えしました、はい、ね、ゴールデンウィーク、ね、どこに行くか分かりませんけども、まあ、野球行った時にはしっかり応援してね、そうですね、まあ、選手たちもいいものを見せようと思って一生懸命やってますから、まあ、応援してください。はい、はい、ありがとうございます。